連勝はアメリカ海軍の駆逐艦。フレッチャー級駆逐艦の一隻。艦名は南北戦争の第二次ガルベストンの戦いで戦死したアメリカ海軍提督ウィリアム・ビー連勝にちなむ。その名を持つ艦としては三隻目。連勝は1942年5月7日にニュージャージー州カーニーにあるフェデラルシップビルディングドライドックに適攻し、 1942年10月13日に浸水。1942年12月5日に CF チリングワース調査指揮下において収益した。試運転、調整高校の後、1943年の春に太平洋艦隊に報告を行い、ソロモン諸島近海の戦団護衛任務に従事した。1944年11月には、レーテ島近海で、 以後第46潜水艦を両艦と共に撃沈する戦果を挙げた。1945年2月21日、民を買海にて両号第43潜水艦の発射した灯される一本の魚雷が喫水戦火10フィートに命中し、大破。機関室が浸水し、艦はすべての動力を失った。またこの攻撃により、19名の将兵が死亡し20名が負傷した。 上院の懸命の努力により、水力システムには、損害が及ばず、サンペドロ湾へ味方越え駆逐艦の護衛のもと、退却することに成功した。1970年2月14日に退役し、除籍され、1970年の10月に、スクラップとして売却された。ありがとうございます。